サウンドハンターは、今岐阜市、こちらが岐阜市にありますけれども、隣の各務原市という、市で、創業いたしました。今年で、創業80周年を迎えております。もともと各務原で1店舗やっていたんですけれども、取り扱いの商品としては、音楽ソフト、楽器、そしてオーディオと全て、一つのお店でやっていたんですけれども、23年前に、オーディオ店だけこちらの岐阜店の方に、移転をして、各務原がなので今は、音楽ソフト、映像ソフトのお店と、楽器店とやっておりまして、こちらで、オーディオの専門店としてやっております。まずプレイヤーの方からのご紹介になりますが、CH プレシジョンの D1、 それからアンプがスペックの RPA-MG5ST、 そしてスピーカーがパラダイムのペルソナ 7F です。でこのペルソナはすごく気に入っていまして、初めて聞いた時のインプレッションとして非常に粒子の細かい音、非常にきめ細やかで滑らかな音というのが一番の印象 でそこで、いろんな、この 7F に至るまでにペルソナのいくつかのモデルを聞かせていただいたんですけれども、やはりそのキャラクターというのは共通していて、一番心配していたのがこのベリリウムと、アルミというところで音のつながりがどうなんだろうというところ、すごく不安があったんですけれども、いざ聞いてみると非常にバランスよくまとめられておりまして、ベリリウムのこのユニットを最大限に生かして、それを支えるような形でこうウーハーが鳴っているような、そんなイメージを持ちました。すごく、広大なサウンドステージの中にこう緻密に楽器が配置されている様というのが、すごくありありと表現されているというところが、すごく魅力的なスピーカーかなと思います。まずこちらのお部屋なんですけれども、森のホールという名前をつけてやっております。
その名の通りですね、木をふんだんに使ったお部屋というところなんですけども、その一方でですね、吸音のバランスというのも重視しておりまして、ここをオープンしてから10年経ったそのリフォームの時にですね、全て、壁紙を、全てファブリックにして、床も、フロアマットを敷いて、こちらでですね、吸音のバランスを取るようにしております。で、天井高は3メーターほどありまして、非常に開放的な、響き方をするお部屋だと思います。で、うちの特色としてですね、お伝えしたいところで言うと、こちらですね、まず音響パネルという名前で販売をしておるオリジナル商品なんですけれども、国産の桜材を使用した超音パネルになっております。こちらで吸音と反射のバランスを整えて、音の定位とサウンドステージの広がりというものをコントロールしています。もう一つがこちらのですね、スピーカーの下に敷いてある桜材玉石ベースです。こちらもですね、同じく桜材を箱に使用して、その中にですね、石を詰め込むことによって、スピーカーから出てくる振動、また外来からの振動というものをお互いに干渉しないようにして、スピーカー本来の性能を引き出せるようにしております。
Thank you.